はい、どうも皆さん、こんばんは。N ボーイと申します。はい。まあ、今日はですね、竹下幸之介選手に関するお話をね、していこうと思うんですけど、まあ、竹下選手ね、まあ、このサムネイルにね、あるように、残念ながら、辻陽太選手に敗れてしまったんで、G1 クライマックスの敗退がね、決定してしまったと。いや、本当に残念。非常に残念。いや、もちろんね、辻陽太選手が勝ったことには全く異論ないし、めちゃめちゃね、嬉しいですし、まあもうやっぱ新日本としてもね、新世代をね、押していかないといけないんで、まあ辻選手が勝ったことは、まあ全然ね、納得はしているんですけど、ただ、まあ竹下選手にね、今どうしてもね、言いたいことがあるわけですよ。私は個人的に。なので今回こうやってね、動画を撮っているわけであります。まあ大体皆さんもうね、察しはついてると思うんですけど、まあ僕はね、G1 クライマックスで初めて竹下選手の試合っていうのを、ちゃんと、見たんですよ。もちろんそれまで名前は知ってましたし、存在は知ってましたし、まあその棚橋選手との試合とかは、まあちょこちょこ見ていたりはしたんですけど、まあその AEW で活躍している、竹下選手の試合っていうのはあんまり追えてなくて、なんかすごい試合してるらしいぞっていう噂ぐらいは聞いてたんですけど、まあ多分新日本と絡むこともないしなって形で、まあそんなに試合も注目もしてなかったんですよ。ただ今回、まあ G1 にね、参戦するってなって、結構その配信とかしてるとコメントでもね、視聴者の人から「竹下マジでやばいですよ」と、「竹下は本当に格違いますよ」と、もう B ブロックの中でも圧倒的一番ですよと、もうケニー・オスプレイクラスですよっていう風な、コメント結構来てて、いやいや本当かよと、待ってくださいよと、さすがにそれは盛りすぎとちゃいまっかみたいなことをね、僕は内心思っていたんですよ。思っていたんですけど、でも、今結論から言うと確かにその通りでした。さすが皆様でございます。はい。本当に、その通りでした。本当にね、ケニー・オスプレイクラスの選手だなっていうふうに、思いましたね。竹下選手の試合を見てて。はい。で、竹下選手ね、この G1 クライマックス敗退で、まあ、アメリカにね、帰っちゃうみたいなこと言ってるんですけど、これまた竹下選手のね、試合終わった後のコメントがすごくなんか悲しいというか、心に来るというかね、ちょっとまあ、ご紹介しようと思うんですけど、これですね。はい。竹下選手ね、これ試合終わった後に、膝にね、手をついて顔を伏せて、まあ夢と、夢をね、見せるとか言っときながら、もう終わっちまったよと。涙を拭って、ごめんなと、夢終わらせちまったよと。いや、そんな悲しいこと言わないでほしいですね、本当に。まあ、外敵で AEW、DDT からね、ジ・アルファとして来て、いろんなもん背負ってきたけど、公式戦がね、進むにつれて、新日本プロレスのファンの人たちの応援も、竹下コールもね、でかくなってきたよと。そうですね、本当に。なんか最初の方はそんなに竹下選手に対しての、コール、そんななかったんですけど、やっぱその中盤あたりから普通にやっぱお客さんも竹下選手のコールし始めて、やっぱすごいこう実力で認めたんだなっていうのがもうあからさまに分かりましたよね。で、いつの間にかね、DDT、AEW だけじゃねえと、新日本プロレスも、日本のプロレス界全部を背負って戦うつもりで、新日本プロレスのね、ファンの人たちの支持が、大きくなるたびに、やっぱりね、竹下幸之介がやってきたプロレス、何も、間違ってねえって、俺の信じてきたプロレス、何も間違ってねえって、そう思えるようになってと。いや、本当その通りですよね。竹下選手のプロレスは何も、間違ってないというか、今一番新日本に、必要なプロレススタイルだとも思ってるんですけど、だからね、この G1 の前から、DDT の時からね、応援してくれてるファンの、人たちも、胸張ってね、堂々と、竹下幸之介のファンだって、DDT のファンだって、AEW のファンだって、そう言えるように、俺、もっと強くなるからと、何も間違ってねえからと、まあ、いつも、動画配信でね、DDT の先輩たちも、若い子たちもね、見てくれてんだよと。だから、決勝まで行って、優勝して、俺たちのプロレスは間違ってねえって、そう言って、やりたかったけど、もうちょっとやった、もうちょっと。まあ、でも間違ってねえからと。間違ってねえからと。はい。まあ、本当間違ってないと思います。これはマジで。またね、アメリカ帰って、いろんなもん背負って、AEW のリング立ってくるよと。おい、辻陽太。あと辻陽太だけじゃねえと。俺に勝った奴らいるよなと。おめえらだけじゃねえぞと。
何度も言ってるように棚橋博士、そして、ゲーブキッド、それから俺とね決勝で会おうって言ってくれたザックセイバージュニア、またいつか会おうぜっていうコメントを、竹下選手はこう出してるんですよね。いやー、なんていうかね、非常に心に来るものがあるんですけど、まず竹下選手のプロレスは全然間違ってないですよね。全然新日本でもバリバリ通用してましたし、なんだったらもう MVP マッチほぼ全部竹下選手の試合なんで、ちょっと正直ね、僕竹下選手に今言いたいことは、あのね、新日本の選手と比べても竹下選手すごくインパクトが残ってて、 A ブロック B ブロック全体通して見ても正直、じゃあその今のところね、今のところの G1 クライマックスで一番印象残ってる試合何ですか、 MVP マッチ何ですかって聞かれたら、もう大体全部に竹下幸之助の名前が入ってるんですよ。まあ竹下 VS 上村、竹下 VS ファンタズモ、竹下 VS デビッド・フィンデ、竹下 VS 後藤博樹みたいな感じで、もう大体全部竹下選手の、名前が入ってくるっていうことなんで、めちゃめちゃインパクト残してるんですよ。で、逆にこれちょっと新日本プロレスの選手はちょっとまずいんじゃないかというふうな、危機感をね覚えてしまうぐらい竹下選手のプロレスは全く間違ってないと思いますし、正直今の新日本プロレスに一番欲しいスタイルというか、要はまあそのケニー・オメガ選手とか、ウィル・オスプレイ選手がやってたような、まあ、自分のフィジカルを生かした結構アスリートプロレスにね、近いプロレススタイルであると。やっぱこれを、できるレスラーってのが今新日本プロレスにはいないんで、まあ竹下選手正直めちゃめちゃ欲しいっていうか、もう今の新日本で一番フィットする、人材なのかなっていうふうに思ってますね。まあ背もでかいし、まあ日本人なんてもちろんマイクもでき、日本語でマイクできるし、あとやっぱ誰とやっても名勝負が生み出せるっていうのが本当に名勝負製造機で、本当竹下選手本当新日本来たらマジで一気にトップいけるぐらいの逸材だと思いますね。本当にすごい選手だと思います。で、もう最後になんかアメリカに帰ってね、AEW のリング戻るよみたいなこと言ってるんですけど、いやこれはでも僕正直ね、まだまだね、甘いというか、これを本当にそのままね言葉を鵜呑みにしていいのかというところが非常にまず怪しいなと思いますね。なんかこれだけ聞くと、で竹下選手はもうアメリカに帰って、新日本もう上がんないのかみたいなことを思うかもしれませんけど、まあ竹下選手だいぶね伏線残してきてるんで、まず、まあ今その G1 クライマックスで負けた連中ですよね。まあその人たちのリベンジもあるし、あとは棚橋選手ですよね。棚橋選手のことを名指しで、苦言を呈して、まあ宣戦布告をね、したぐらいなんで、まあそこの因縁も残ってると。で、今回の辻陽太選手とも因縁も残ってるし、あとまあゲーブキッド選手ね、ゲーブキッド選手とも戦いたいというものも残ってるし、しかもまあ決勝でね、戦いたいって言ってくれた、まあ、ザック選手に関しても、またいつか会おうぜみたいなことを言ってるんで、かなりこう新日本プロレスに対して伏線をまあ残しまくってるんですよね。これを全部回収しないまま、まあ竹下選手は金輪際新日本に上がんないってことはちょっと考えにくいので、まあとりあえずね伏線ばらまきまくって、まあちょっとなんかどれか一つの目になればいいかなみたいな、竹下選手のまあその数打ち当たる作戦なのかもしれないですけど、まあでもさすがにこれね、こんだけ伏線巻いてるし、あとまあこんだけやっぱいい試合してるんであれば、新日本のプロレスとしても絶対竹下選手のことは欲しいでしょうし、もちろんね、DDT と、まあ、AEW の2団体所属なんで、まあそんな簡単にね、じゃあ新日本所属になりましたとはならないと思いますよ、ぶっちゃけ。なんだかんだもう DDT からはね、ケニー・オメガ選手とか、イブシ・コウタ選手とかね、移籍をさせてもらってるんで、まあ竹下選手までっていうのはそんな簡単にいかないと思いますし、なんせやっぱ AEW ともね、今、なんですか、こう戦線というかね、同盟結んでるんで、まあそんな簡単に引き抜けるっていうか、まあこっちに移籍してもらえるような選手ではないと思ってるんですけど、たださすがにここまで伏線ばらまいてるんだったら、何かしらまだ新日本とはネクストあるでしょと、次があるでしょっていう風には、思ってますね。はい。だから僕は個人的に竹下選手というのは、まあ今回でさよならとかではなくて、普通に今後もまあ何かしらの形で、新日本プロレスとは、まあ絡んでくるとは思ってます。はい。でね、あと最後にやっぱ竹下選手に僕が今一番言いたいことは、マジでまずありがとうございましたということを本当に言いたいです。これは。正直、今年の G1 クライマックス竹下選手いなかったらだいぶ、まあ、盛り上がりに欠けるとは言わないですけど、盛り上がり具合3割減ぐらいになってたかなっていうふうに思いますね。まあ単純にやっぱその外的要因として、まあ完全未知数だ
ったんで、まずその新鮮な感じですよね。まあ全部のシングルマッチが初対決なんで、まあ非常に新鮮な、新鮮な、カードを提供してくれると。まあこれはジェイク選手もそうなんですけど、まあジェイク選手と、竹下選手のおかげでまず G1 クライマックスに、まあ新しい風が吹いたと。で、それに加えて、まあ竹下選手に関してはもう本当に試合内容めちゃめちゃ良かったし、やっぱその MVP クラスの、タイトルじゃないね、その試合っていうのを、まあたくさんやってきたんで、まあ単純にやっぱ見応えがすごいと。まあ正直ジェイク選手は、ちょっとその噛み合わない試合もいくつかあって、あれジェイクこれ大丈夫みたいなことも、ちょっとまあ思ってる部分は正直あったんですけど、竹下選手に関しては本当に、あの一部の試合を除いてマジで全部がすごかったです。で、その一部なんだって言われたら、あの成田選手の試合なんですけど、まああれは逆になんか成田選手が、竹下選手の、やりたがってることをやらせなかったっていう徹底的なあの足攻め、膝攻めとかして、まあ、あの竹下選手の やりたいことをやらせなかったっていうのが、まあ、功を奏したんで、あれはあれで成田選手の、まあ、作戦勝ちうまいなっていうふうに思ったんですけど、やっぱそこの、まあ、膝がやっぱり最終的に一生響いて、まあ、竹下選手、こう、辻選手に、まあ、敗れた感じが、あるわけなんですよね。あれがもし膝を痛めてなくて万全の状態であれば、まあ、実際開幕戦では正直竹下選手は、まあ、辻選手に干渉してるんで、まあ、今回も負けることはなかったのかなっていうふうに思うんですよね。でもそこで、やっぱ、竹下選手の膝を破壊した、成田選手と、こう、辻選手の共同戦線みたいな感じを僕は、一人で勝手に覚えてるんですけど、まあ、本当に成田選手と辻選手の二人で、竹下選手に勝利したみたいな、まあ、ものを僕は今思ってます。だから正直、今現在で言うと、やっぱ竹下選手は、令和闘魂サンデューションの誰よりも、上だと思いますし、なんだったら、日本の本当のトップレベルの選手たちと比べても全く見劣りしないっていうか、多分それ以上のポテンシャルを持ってる選手だと思いますし、何より今の新日本プロレスに一番欲しい人材なんで、ちょっとなんとかどうにかこうにかしてね、新日本との話をね、ぜひとも続けてほしいなっていうのは切にね、願ってます。で、本当にやっぱ竹下選手が出てくれたおかげで、これ G1 クライマックスだいぶ盛り上がってきたんで、本当にねありがとうございますと言いたい。結構やっぱ新日本プロレスって、まあ、外的にね、厳しいところがふんだんにあるんで、まあ、ジェイク・リー選手もなんだかんだ負け越しで終わってしまったりとかもしてるんで、結構やっぱ外的がチャンピオンになるのだいぶ厳しいなと思ってるんですけど、でも竹下選手に関してはこんだけの試合内容を見せて、さらに、まあ、辻選手に負けはしたけど、このね、幕張大会まで駒を進めて、B ブック2位っていうね、突破をしたぐらいの戦績を残したんで、正直本音言ったらもっと上まで行ってほしかったけど、まあでも本当に竹下選手はめちゃめちゃよくやってくれたなっていう風に心の底から思いますね。本当にいい選手だし、外的感もちゃんと出してくれるし、今回負けた時みたいな涙ぐんだね、そういうセンチメンタルな気持ちも出せるし、あとやっぱその自分の熱いものも持ってるし、まあ単純に試合内容もすごいし、で、正直ね、火の打ちどころがない選手なんで、マジでなんとかしてまた新日本にね、上がってほしいなっていうのを、心の底から願ってますね。本当に今の新日本プロレスに一番欲しい人材だと思いますので、まあ今後ともね、竹下選手の物語続いていくとは思うんですけど、まあ一体ね、どうなるのかと、しばらくね、アメリカに帰って、まあ AEW でやっていくのかもわかんないですけど、まあ、今後ともね、竹下選手の動向から目がね、離せないかなっていうふうには思っております。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。